はい、占い館ルーチェトムです。今日もですね、見た時点から24時間有効占い3択の方ですね、やっていきたいと思います。これはね、もう時間朝昼晩関係なく、その見た時点から24時間有効のね占いになりますので、どうぞ直感で選んでみてください。それではスタートします。それでは本日も左から A、 真ん中 B、 そして一番右側 C となります。本日も直感でお選びください。よろしいでしょうか。それでは今日もね、左側の A から行ってみましょう。オープン。おう、ザ・タワー、塔のカードのね逆位置が出ましたね。うん、まずこの塔のカード自身の、キーワードはね、破壊という意味がありますね。破壊。そして今日逆位置で出ましたので、まあ、正位置よりはねいいんですけど、後からじわじわと来るショック、そのような意味があります。そうね、今日はね小さな災害だったり、そうだな、そういうねちょっと細かいことに気をつけてほしいですね。あとはね、崩れてく宿命、そういうものはね止めることがちょっとできないとね、悟っていただきたい。そうだな、少しずつ心をね現実にね順応させていって、今の状況をねでも壊すことでね新しいチャンスが訪れるとね信じてね、前向きに行動していくと、今日ね、あのプラスの方にね向かわせることもできますので、新しいチャンスの始まりだと思って行動してみてください。それでは真ん中 B、 オープン。オープン。おっと、運命の車輪の正位置が出ました。このカードは宿命というキーワードがありますね。そして今日ね正位置で出てますので、 B を選んだ皆さん、運命の流れに乗って好転する、そのような意味がありますね。今日はね皆さんの、B を選んだ皆さんはね、自分のね直感でピーンときたことね、そちらを信じて進んでもらって構いません。そしてこれ運命の車輪なんでね、自分ででもね動くよりもね周りの流れに乗るとねさらに良い流れに乗れますよ。そうだな、今日ねもう全然躊躇しないでどんどんねチャンスを掴んでっちゃっていいんでね、直感で自分を信じて進んでみてください。さあ最後に C、 オープン。おっと、ザ・デビュー、悪魔の正位置が出ましたね。このカード自身にはキーワードで呪縛という意味がありますね。そして正位置で出てますので、心の中の悪魔に負ける、そんなような意味がありますね。そうね、今日はね心の中の悪魔に負けたらいけないのよ。なんでね逆にね今日はねうまい話があったりしても、そこね逆にうまい話には気をつけて、さらにね誘惑に打ち勝つ、そしてね悪い習慣になりそうなことにはね近づかないこと、また堕落へ誘う人や横島な思いをね持つ人には特に注意してね、気をつける一日にしてください。そうね、アドバイスするならね本当にねしっかりと自分の気持ちを強く持って、とにかくまたね誘惑に負けない、このカードも誘惑とかねキーワードになってるからね、負けない、そんな一日にしてください。そんな感じでした。はい、本日の結果はどうだったでしょうか。よろしければ参考にしてですね、良い一日を、そして良い24時間をですね過ごしていただければと思っております。またですね、占い館ルーチェの方は多くのですね個性豊かな占い師さんの方がね揃っておりますので、よかったらホームページの方よりですね、鑑定の方もできますので、よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは。
YouTube 以外にも TikTok、Instagram もやっております。合わせてフォローといいねの応援をよろしくお願いいたします。